丹那駅は、かつて、広島県広島市宇品に所在していた日本、国有鉄道宇品線の旅客駅である。この項目では、丹那駅の前身ともいえる、丹那間易停車場及び近隣に位置し、比較的早く廃止された下丹那駅についても扱う。第二次世界大戦前、芸美鉄道によって開業された宇品線の駅の一つであり、 芸美鉄道の国有化に際して国鉄に移管された。戦後、乗降客数の減少によって廃止され、ホームなどの施設が撤去されて久しいため、駅の正確な位置など不明な点が多い。1930年12月、丹那駅は当時宇治那線の運営を委託されていた、芸美鉄道により丹那停留場として開業した。その前身は1九百四年六月、 西洋鉄道によって開業された丹那簡易停車場であるが、同停車場は、後の丹那駅の南 0.2km の地点に所在していた。この停車場は、西洋鉄道国有化の後1919 19年8月に、宇治那線の旅客営業が一旦停止になったため、廃止になった。丹那停留場は1937年、宇治那線のルート及び駅間距離より、かつて、 桜戸手と呼ばれた現、県道86号線と宇品線が平面交差する丹那踏切の南側に位置していたと推定される。駅の構造は一面一線の短式片面のもので、線路の東側にホーム及び改札機能のみの駅舎が置かれていた。一時期、駅からは西側に隣接する陸軍運輸部への支線が付設されていたが、詳細は不明である。この駅から、 宇治ナ駅までの線路は、宇治ナ地区が新海地として造成された時の東堤防の西側に付設されたものであり、戦後しばらくの間、この土手道より東側は広島湾であったが、その後の埋め立てにより、駅の廃止時には東洋工業の宇治ナ東工場敷地となり、現在に至っている。廃止時点のもの。廃止時点のもの。1966年の廃止以後、 駅施設は早々に撤去されたが、1986年10月の宇治内4社協定線廃止まで貨物列車の定期運行が行われ線路の使用は続いた。ただし、その運行は早朝1往復に限られ市中の列車の往来はなくなったため、駅跡付近は次第に近隣住民の通路や遊び場、菜園などとして利用された。現在は線路は 完全に撤去されているが、かつての丹那踏切の南側の線路跡には枕木を利用した囲いが一部残存し、宇治那線の名残を留めている。なお、広島南警察署前交差点の北東角には、かつてのポイントを再利用した宇治那線のモニュメントが設置されているが、その位置は、旧宇治那線の線路跡の東側であり、丹那駅の所在地とも異なる。その後駅舎付近に、 駅名表を模し当時の駅の写真を付した、鉄道伝説ゆかりの地のモニュメントが設置された。下丹那駅跡を示すモニュメントした丹那駅は1934年12月1日、ゲイ鉄道により人権裏停留場として開業された。駅名は1933年に誘致された、近隣の金華人権広島工場にちなむもので、広島駅からは4 7トルの地点にあり、 全駅の丹波駅、自駅の宇品駅との駅間距離は、それぞれ 0.9km、1.2km であった。1937年7月1日、警備鉄道国有化により停留場から停車場に昇格され、下丹波駅と解消したが、戦時中の燃料事情により1943年10月1日、営業休止となり、そのまま復活せず廃止となった。 2014年現在では、丹那駅同様、駅誌付近に、鉄道伝説ゆかりの地のモニュメントが設置されている。ありがとうございます。